こんにちは、ライムです。今回の動画では超難度コロシアム外伝ミッキーとほうきの召使いカップですね、こちらをやっていきたいと思います。今回は3本のキーブレード、つまり3パターンの編成例で紹介していきたいと思います。今回は3パターンあるので、まあ簡潔な説明でいこうかと思ってるんですけど、はい、まずラビアンローズ1枚目がイラストカイリーアビーチですね。これは、3枠目にイラカイリー2入れてるので、特にゲージは気にしなくていいので、ここはアビーチである必要は全然ありません。スキルは何でもいいです。で2枚目がオールですね。こちらもアビーチついてるんですけど、スキルは何でもいいです。ギルトも無凸で十分です。このただデバフに用事があるというだけなので、はい、ここは別にオールじゃなくても、アクセル HD とかイラストシオンでも全然構わないです。それから4枚目がジャック&サリーですね。スキルがアタックエール 100%、 アタックエール以上なら別に何でもいいとは思うんですけど、で最後にキーアートナンバー3ですね。ルクス円アタックエール、ルクエールですね。こちらに関しては、昨日から始まった、今日の0時から始まったガチャの闇陸、あれも全体攻撃で、デバフついてるので、そっちのメダルでも全然大丈夫です。ただ僕はまだ回してないので、キアとナンバー3になってますけど、ナンバー3でも大丈夫です。はい。これで行ってみましょう。内容としてはもうチャレンジ内容は全部クエスト中のすべての敵をワンターンフィニッシュで倒せっていうのと、コンティニュー不可能っていうで、レベルが380ですね。まあプラウドモード、プラウドか、プラウドプラスよりちょっとレベルが低いぐらいなんで、プラウドプラスクリアしてる人なら別にそんなに難しくもないクエストなのかなとは思うんですけど、でパートナーは自分がやった時はパートナーまで使うことがなかったので別に何でもいいとは思うんですけど、念のためこの闇陸でいいのかな、闇陸の方がいいのかな、はい、念を入れて闇陸ということでいきましょう。あんまり特に戦い方に関しては考えることは特にないんですけど、ただ普通にアビリティを使っていくだけですね。やっぱりイラカイリ2の安定感というか、ゲージがアビプラとかなくても枯渇しないっていう安心感があるので、本当気持ち的にも楽ですよね、入ってると。今度は私が戦う。こいつの飛行機についてる防御バフが2段階ついてるので、防御をリセットするなり防御を下げるなりしないと攻撃が通りにくいっていうのもあるので、オールとか入れてます。このチョコレートスタチューもかなり硬いんですよね。オールで下げてあげて、今度は私が戦う。で最後のナンバー3でも防御を下げつつ攻撃というような感じですね。はい、ボスです。まあ特にこの編成だとローズがやってて一番楽かなという気はしました。自分のキーブレードのレベルの状況もあるんですけど、これちょっとスキルがアタックエール全然発動しなかったので残っちゃいましたけど、ここでナンバー3のルクエールが発動してれば
ワンパンで倒せたんですけど、今も倒せない状態だな。これ闇陸でいけんの？バースト使わなくてもいけんのかな？はい、全然大丈夫でしたね。強いな、やっぱり。3段階ダウンですからね、今この状態で防御の。はい、ということでローズの攻略でした。はい、続きまして2つ目のキーブレードですね。サクッといきますよ。今回はパワーヒーです。2つ目はパワーヒーでいきます。1枚目のイラ天使さんが、アビーチ、さっきと変わらずですけど、はい、できればアビーチの方がいいかな。今回のこのパワーヒーの編成には、イラ天使2は入れないので、はい。で、2枚目がアクセル HD アビエルですね。3枚目がソラ HD、 こちらもアビエルですね。そして3枚目がイラリグ B、アタック XL です。で、最後にソラダノグービーアタック L、 はい、こちらの編成でいきたいと思います。パートナーは、先ほどと同じように闇陸の方がいいのかな。闇陸もしくはイラ天使2かな。これはちょっとイラ天使がいないので、アビエルの発動具合にちょっとゲージが左右されるというところはありますよね。どうしても闇が俺を導いてくれるさ。まあこの編成的にもそこまで全体のゲージ消費量は多くないので、枯渇することはまあないとは思うんですけど。はい、ちゃんと発動してくれてる。はい、いいですね。闇が俺を導いてくれるさ。これでもう最後までいけるでしょ、このゲージの量で。家庭チョコレートスタチュー超家庭。家庭闇が俺を導いてくれるさ。これ大丈夫か、倒せるか。おお、アタック L 発動してくれた。よかったよかった。やっぱ防御バフついてると硬いんですよ。あ、これ攻撃当てるのちょっと間違いで、これ倒せないと緑の、あ、倒せた、よかったよかった。あの緑のなんだっけ、グリーンソナタだかなんだか、そんなやつに回復されちゃうんで。闇が俺を導いてくれた。はい、闇陸は使いませんでしたね。でもスキルが発動しなかったら多分ダメージがちょっと足んなくて、ちょっと HP がちょい残しぐらいになったと思うんで、その場合には闇陸ですね。はい、ということで次、最後ですね。最後が一番自分のキーブレードの状況的に一番辛いんですよ。今ここね、パワー比が35で、今のマックス状況で、で、ローズがプラス30じゃないですか。で、最後に挑むのが、スリーピングライオンのプラス25と。これ、まあ単色なんですけど、一番きついですよね。やっぱり、キーブレードの倍率って本当大事だなと思うんですけど、今までパワーヒもローズも複合属性でもやっぱり倍率が3とか
2.8 とかあったんで、まあいけたんですけど、今回がこれがね一番高くて 2.6 で、その前が 2.1 とかなので、これが一番やっぱりきつかったですね。もう属性よりキーブレード倍率ですよね、レベルが高くなってくると。いかにキーブレード倍率が大切かっていうのが分かりますね、こういうクエやってると。はい、でこれパートナーなんですけど、ゲージが多分枯渇するんですよ。これ、空一里、さっきのアビエルなんですけど、ね、これもルクエル。で、4枚目のイラソラ B がアタックエル。で、これもさっきパワーヒーの使ったアタックエルなんですけど、1枚だとね、ちょっと不安なんですよ。かといって、火力もちょっと不安なんですけど、イラカエリ2で行きます。これがですね、アビリティゲージが結構問題でして、先ほども言ったようにアビリエが1個しか積んでないので、微妙にHP を残しつつ倒しに行かないとならないという感じなんですよ。ワンターンフィニッシュっていう条件もあるので、イラカエリ2の2万っていう固定ダメージ内で倒せるような HP で倒すとちょっと自分でも何言ってるかよくわかんないけどそうなんですよ。これはちょっとどうだ、これはどうだ、これはスキル使わないとダメだよね。あ、発動しちゃった。このスキルの発動状況によっても結局敵の HP も変わってきちゃうので、本当これが難しいところなんですわ、この編成だと。まあ素直にアビエムとか2枚ぐらい入れろよっていう話なんですけどね。お、おおお、これいい感じじゃない？これで、あ、いい、いい、そう、イラ返り。これ、こうで、これですよ。これを待ってたんですよ、僕は。はい、これでゲージがマックス。これでちょっと安心かな、安心感出てきたけど、このね、チョコレートスタチューは硬いんですよ。まあほら、見て、1だよ、1。まあ硬い。この、バフ乗ったチョコレートスタチューは。スキル発動してくれ。これバースト使わないときついんじゃないの、もしかして。あー、これ微妙だな。イラカエリ2の2万ちょっと残るかな。これすいません、ちょっとバースト使いますね。バースト使いますよ、安全のために。やっぱスリーピングライオン25じゃきついな。でここも、この下のエイミングキャノンが硬いんですよ。ちゃんとこうやってスキルが発動してくれないとエイミングキャノンがおそらく倒せない。よしよし、これでアタックエル来てくれ。来ない、来ないけど、来ないけど、来ないけど、いけるのかこれは。おし、おし、あぶねえ、あぶねえ。はい、ということで、なんとか、なんとかスリーピングライオン25でも勝てました。あぶねえ、あぶねえ、マジで。はい、ベヒモス、アッシュグ出てきたところでね。はい、どうでしたか今回、3本のキーブレードで3つの編成で挑んでみたわけなんですけど、やっぱり一番余裕があったのはローズですかね。ほとんどもうこの一番最後の枠の3倍っていうところで殴ってるような感じですね。この前のこいつらに関しては
本バフデバフ要因みたいなところはありますよね。まあ、パワヒに関しては結構みんなで殴ってる感はあるんですけどね。うん、なんですけどやっぱりスリーピングライオン倍率がちょっとこう低いだけでこんだけ苦しさが変わるのかっていうところなんですけどね。一番これがスピードの短縮で一番いいはずではあるんですけどね、苦戦するんですよ。やっぱ属性相性だけではこのゲームはうまくいかないもんですね。キーブレード倍率とか攻撃力とかっていうのはやっぱ大事になってくるんですよ。はい、といったところで超高難度コロシアムガイデンの、攻略動画の攻略の解説を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。